お疲れ様でーす。スーパーストリートファイター 2X の配信をこれから行います。昨日ですね、U ディールのX 大会がここで行われました。かなり熱い試合ばっかりでしたね。まだ残ってると思いますというか、公開はどうなるんでしょうね。あれよくわかんないんですけどね。はい、X 勢の皆さん、の試合ストップ。ストップというか、何をやりましょうか。スト2楽しんだ。さあ、これな、U ディールと読みます。U ディールと読みます。U ディールです。英語力ですね。これ、なんだ所属タレントってなんだ。おう、ハイタニー誰全然知らない。入ってるわけないじゃないですか。このマイク持って喋ってる。見てくださいよ、本当ですよ。最新機器導入したのかな。あ、じゃあはい、ありがとうございます。チャラさん、あれチャラ男さんって人。なるほど。皆さん、シャトル勢のチャラさん。なんかね、神奈川にいるらしい、今。うん。おー、なるほど。あそこの竜の方も出てもらいたいね。さあ、今日のルールは未定です。どうしよっかな。あの人と僕が入れば12人になるから、3-4 3-4-3ができるね、4チーム。お疲れ様です、ニカです。3-4-3 をやろう。3-4-3 で何やろう。何をやろう。もう大会前のガチモードでやるのか、日曜っぽく ぐったりやるのか。変なルールやだ。インフェルノ出したら負けってやつ。ボタンとかね、はい、ちょっと待ってちょっと待って、ルールはまあこれ東西線とかにしてもいいもんな。うん、メインキャラ、交換のやつ、まあね、初参加の人いるからあんまりいじりすぎるのよくないかなと思いますね。まだやってる？まだやってる？それじゃあ 3on3 のいやこれねあれにしよう。最初 2on2 2onでトーナメント勝ち上がるときに負けたチームから1人引き抜くやつ、あれやりましょう。じゃあメインキャラで書いてもらった方がいいかな。メインキャラじゃない人いない？グッチさんとかわかんないけど、キャラバランスで変える。いや、ひとりさんも S ホークねえ。最初の組み合わせこれランダムで組んじゃいます。むなりさがとぐっちりゅうひでちゅんりムーダルシム、そしてチャラさんはブランカですね。で方が竜で名前わかんないんだよな、一回出てくれたんだけど。で僕はバイソンです。はい、帽子のお方、帽子のお方出ましょう。じゃあお名前をお願いします。ここここさあチャリの子、なんかすげえオートホスティングされてるけど、トランプ持ってきて、トランプなおさんね。よし、これで12人トランプで1234でチーム決めします。違う、 6チームだね。ありがとう。6チームですね今日は。はい、それではくじ引き完了しましたのではい、集中。皆さん、大会を始めます。1番を引いた人、1番を引いたのはアゼチャラオ、ブランカとガイルですね。アゼくんです。カニバルさんが来た。 OK、 じゃあとりあえず僕どうしよう、僕一人チームとかいい？いい？じゃあカニバルブラで、じゃあ僕一人チームにするので、これカニバルさんにあげます。はい。で2番、2番引いた人、お、青葉奈緒、龍バルドグです。よろしくお願いします。はい。3番のチームペコペコ、カードくれ。ちょっと待って、書き忘れた。青葉なお、はい。4番引いた人、ムーなり焼き鳥、強いね。ムーなり焼き鳥、さあ5番カニバルみはる9使ってもいいですよ。みはるカニバルです。グッチヒデが6番、ヒデ2回転、これ負けたら自動的に持ってかれるからご褒美僕は勝つかもしれないけどいや、まだ7なんだ、これで。で、カワシム、あ、いや、カワシム1人にしよう。カワシム1人。カワシムさん、2キャラ。DJ ザンギね。わー、そうどうしようかな、ホンダかな。はい、それではやっていきましょう。もう一枚なんかちょっと白い紙持ってきますわ。それでは組み合わせを決定いたしますので、誰でもじゃない上からやっていこう。あぜチャラチーム1枚引いて組み合わせ決定しますので、はい、青葉なお、青葉なお、ムーペコ、ムナーリア1人、ミハルカニバル、はい、グッチヒデ、カワシムグリグラ、はい、最後僕ね。 OK ではトーナメントをどうしようかな。あれで作るとできないんだよな。よし、じゃあこれで8チームね。はい、では1番からいっていきましょう。1番のカードの人、1番焼き鳥ムー、あ、違う、焼き鳥さんとムナリさん、2番持ってる人、2番のカードを引いたチーム、2番のカードを引いたチーム、2番グッチヒデ、おおマジかよ。はい、3番、はい、みはる、もう1人は、もう1人誰、カニバル、はい、4番を引いたチーム、4番はどこだ、お、青葉なおチームですね。ね、5番私でございます。6番、グリグラカワシム、またここリカさんよく当たりますよね。カワシムと1回戦多すぎでしょう。はい、7番を引いたチーム、どっち、7番は、はい、どちら、おかしいな。で最後が8番があぜくんとこ、はい、キャラクター分かんなかったら聞いてください。本日のルール皆さん把握しましたでしょうか。分かんなかったら、まあ、簡単なんで説明しますけども、はい、最初1回戦 2on2 でございます。で1回戦勝ち上がったら負けたチームから1人引き抜けます。はい、でだんだん増えてきます。だんだん増えていく。選んでいい、選んでいいです。はい、ということで行きましょうか。ムナーリ焼き鳥対グッチヒレ。ムナーリ焼き鳥が 1P 側ですね。はい、ありがとう。最終的に2チームになるねで、まあ死んで取られない人もいるっていうことです、ね、はい、ムナーリ焼き鳥が 1P 側、グッチヒレが 2P 側で、先方は申告でお願いします。次の試合、ミハルカニバルが 1P 側、青葉なおが 2P 側なのでスタンバっといてください。配信はもう OK。 さあ 1P 側先方は OK。 では座ってください。 1P 側ムナーリ、 2P 側ヒレさあ、ムナーリ 1P 側、 2P 側ヒデです。試合開始でございます。さあ、サガット対チュンリー、いきなりボタンが効かない。ヒマジーン店員います。開幕始まらなかったけど、はい、試合スタートでございます。それでは 1P がムナリ、 2P がヒレ、始めていきましょう。次も100で釣ったらどうかな。さあムナリ開幕飛んでいく。今度100列じゃなかったけど飛びは取った。しゃがめない。配信のご覧の皆さんこんばんは、ヒデです。ですね、ちょっと今 1P 側下が入らないということで急遽ちょっとニカさんがちょっと対応中でございます。5分ほどちょっとお待ちいただけると助かります。さあ皆さん、配信ご覧になっておりますけれども、×5 あと3週間ですね。そっちは入ってないですね。そっち入ってない。はい、あと3週間でございます。そっち、ああ、僕のチームは、あ、もうそうそうですね。まあ、×5 のチーム、かなり、今のところ、事前エントリーが11チームですかね。しかし、まあ、ペコさん、こっちでしゃべるあ、こんばんは皆さん。さあ、まあ今日ちょっとね気温も暑いということでそれマイクありで大事多分拾っちゃいますよ、こっちのマイクでちょこっとコーラまあ今年もデイトナ式で前夜祭4時スタートだったかな。 XS 含めての16キャラ戦と、あと当日当日の×5の、当日予選と、まあ大体のチームがまあチームをもう組んでる状態でやってると思いますので、ペコさんこっちで喋る？喋る。さあちょっと今配信止まってますので、すいません、もう少々お待ちいただけると助かります。チュンリーの中盤は聞かなくてもいい感じ。いや、意味が分かりません。それマジね、本当マイクで拾ってほしいですわ、今喋ってること。さあ、まあ皆さんちょっと少し雑談タイムというところですかね、今。さあ、まあ昨日は富山勢がかなり暑かったっていう形で聞いておりますね。ああ、小高君ね、かなりすごかったらしいですね。ちょっと配信は見てないんですけれども、まあ配信見てないで計14名はニュートンでみんなワイワイやってたという感じですね。で、まあバーサスに来てレジェンドたちと対戦したい方は来てたっていう感じですかね。まあ僕はちょっと昨日少し頭痛かったので、ちょっとバーサス行くのはちょっとしんどいかなっていうので、ちょっとニュートンにしました。まあ早めの離脱っていうところを考えて、あとまあ家から近かったっていうのもありますね、僕は。え、おお、ニュートン配信ヒデハデさんかな、このヒデっていう風に書いてるのは。さあ皆さんすいません、ちょっと今ブルー画面になっておりますが、ちょっと今レバーを直している段階ですので、もう少々お待ちいただけると助かります。さあ今日のルール、ちょっとあらかじめ先にちょっと確認しておきましょう。ですね、今日のルールはですね、2オン2なんですけれども、まず2オン2で計15名トーナメントを組んでおります。でまず初戦当たるのがムナーリアキ取り対グッチヒデ、次がミハルカカニバル対青葉ナオで、次が2回転対グリグラカワシム、2回転は、1人チームですね。で、最後がムーペコ対アゼチャラですね。チャラオさん、まあ、シャトル勢ということなんですけれども、今回、まあ、こちらの方に来ていただいてというところでありがとうございます。なぜか破天荒さんがニュートンに来てくださりありがとうございましたと書いているところが、ああ、なるほど。で、今回2オン2最初この、対戦で4組まず対戦するんですけれども、負けた側のチームから、まあ2人のチームから、1人まず引き抜かれる感じになりますね。で、まあニカさん対グリグラカーシムさん、まあグリグラカーシムチームが勝った場合は2回転さんが強制的に引き継がれるという感じですね。そうですね、ニカさん、まあでもニカさんが勝った場合2人チームになるので、勝ち上がった場合若干しんどさありますね。お、画面出ましたね、赤いガイル。さあ破天、さあはしゃがめるのか、大丈夫、さあ出る、大丈夫、じゃあそろそろかな。さあ今日も50人の皆さん配信見てくださりありがとうございます。というわけで今日も大会盛り上げていきましょう。全世界50億人の1つファンの皆様ですよ。これ今50人しか見てない。でも50人見ていただけるのもね、すごくありがたい話でね、やはりまあゲーセンにね、ちょっと行くのがしんどいけれども、やはりちょっとスト数は見ておきたいっていうね、こういう配信があるので、やはり嬉しいところですよね。土曜日はニュートン、日曜日はバーサス、そして火曜日、金曜日、シャトルとバーサスの動画をニコ動で見れたり。まあ今日もね、楽しくやっていければいいかと思います。まあペコさん、そのマイク入ってないんで入ってない、マイク入ってない、つながってないんでOK、 じゃあやりましょう。じゃあマイクニカさんかな、また。じゃあお願いします、ニカさん。じゃあやっていきましょう。1P 側はムナーリ、ムナーリさんで、2P 側ヒデが先方ですね。ムナーリ焼き鳥対グッチヒデ、やっていきましょう。しゃぶった。はい、それでは 1P 側ムナーリ、ややさがとややさがとじゃなくてややさがとね。いやー、もうムナーリさんは本物うさがとですよ。さあ厳しいカードになったが、サガト使いは厳しいとか言ってられない。何しろ全部きつい。明らかに有利だなってカードが剣とキャミーぐらい、あとホークかぐらいですね。他全部無理です。スピニングバード、あー、すぐ飛んじゃう、すぐ飛んじゃうタグをつけていきましょう。さあこれね、勝った側はどっちをもらうか選べるので、今のうち考えておきましょう。さあ飛びを当ててペチッと当てたけども、この体力で戦列が来るってことはもう不利ですね。おお、ぴょんぴょん飛んでいる。どっかで打つぞ。うわーっと、なんとかガード、しかし体力がだいぶ削られた。削りだけでもマジきつい。わインディーサマーの横の判定が広すぎる。さあここで焼き鳥ノーノーと打ってきやがるさあどっち取るか、もうスピーが相談してますね。さあ焼き鳥大会まではガチでいきますと、エースフォークを最近はちゃんと使っている。ほう、ガードしてる。相手を信用してないですね、あのガードは。うわー、パラキャンテンション使ったけども、あれガードしても結構難しいんですよね。今度ガード確定取って、おお、減る減る減る。うわっ、おお、最後の一発だと三角が確か落ちないんですよね。いい間合いだと三角が落ちない、てっぺんでやられると落ちないので、わー、ガッポちゃん。これちょっと尿検査、さあ対空機構はありですね。ありというかメインで使ってもいいぐらい。さあ上り強キックにしてますけども、強キック2段技なのでダメージが低いです。おお、当たんない、マジか。さあヒデがフォーク戦を克服したのか。ほう、中足、うわー、さあどっちもらう。焼き鳥が吸収。ちょっと違う。さあムナーリさんに失礼ですよね。はい、次、ちょっとリセットお願いします。さあはい、では、グッチヒデ焼き鳥というチームになりましたね。さあ 1P がミンハルカニバル、 2P が青葉なお、 2P がいて OK、先方申告です。 OK、 それでは行きましょう。1回戦第2試合は 1P 側がミハルベガ、カニバルブランカ、そして 2P 側が青葉バルログ、ナオリュウです。さあ先方はミハル対ナオ。ナオリュウはなんか相当しっかりした竜ですね。対してミハルベガはあ、もうお酒入ってるらしい。お酒入ってる水拳で戦っていこうというミハル。豪昇龍、これは逃げ出すためにゲージを払う。1回までは絶対逃げられると。うまい、いい踏んづけ。これは技を出さないといろんな突進が飛んでくるぞ。さあ開幕下がりにまっすぐ向かって、コンボが下手くそすぎる。何年ベガ使ってるのか。さあお中ゴス波動、うおっ、ここは我慢した。裏からさあ追っかけてミハルベガの歩きが速い。さあ2発目を打つとヘッドプレスが来る。おお、今のいい反応。さあナオリュウまだしかし全然あるぞ。ミドルキックに真空ぶち当てるんですよ。おお、飛びを落としてミドルキックに真空ですよ。簡単な話です。さあヘッドプレスがめんどくさい。うわ、最高クラッシャー。さあ残すは青葉一人。さあ青葉バルログ。さあここでいきなり疑惑のつかみから、どっちだかわからない。うわー、さあ青葉がパーフェクト。さあジャンプ強キック、違った、タッチ強キックが入ったが、今日1回で全てやり直し。おお、引っ掛けた、いい拾い、そして上から来る。うわー、空中が強い、ナイスガード。おお、引っぺがされた。これは見えるわけがない。さあため技は横なのでいいんですよね。デビルリバースでもうゲージ溜まってましたよ。まだ溜まってなかった、溜めただけ。もうあれくらい格ですからね。さあ大将戦カニバルなんか勝ったら1人もらえるので考えといた方がいいですよ。さあオババルドグがまずは先手を取る。カニバルは先手を取られることで自分から行かなくちゃいけなくなる。ここがきついところ。スタート非常に大事ですね。さあ上から乗っかって中詰め、ノー秩序。さあゴロゴロザクッと、あの技めちゃめちゃ減るんですよね。さあしかしブランカ読んでればスライディングで返します。おっと目の前逃した。うわ、頭で対空。下手すると壁にターンする分を考えてもバッファローヘッドバットと同じぐらいの速度で出ます。そんくらい速い。さあまずテラーで落として、ここは IH を取っていくカニバル。さあ1回 IH で落とすだけでもうループはないですからね。さあ削って青葉がバックジャンプ、冷たく立ち回る。うわー、ひっぺがされて後ろにスペースがいっぱいある。さあ乗っかった。うわ、どうなる。うわー、空対空できず。さあどっちが欲しい。次の相手を見る。ヒデグッチ焼き鳥ですね。リセットしてからハニバルさんをいただくと。ありがとう。さあ次の対戦、マイクヒデに変わります。2回転1人チーム2キャラはホンダバイソンだったかな。はい。でグリグラ、川島チーム。さあ 1P 側申告完了。 2P 側どっちが先に行くか。ホンダで来るのかバイソンで来るのか、どちらにしても嫌ですね。はい。さあ 1P 側はなんとバイソンでした。呼んでるよとニカさんがフラグを立てていくが、フラグ回収なるのか。さあやっていきましょう。まずは芋掘り芋掘り、しかし EP を追ってしまう。レバーガシャの速さは速くなかった。裏にいる。これはやばい。しかし短波力があればまだ逆転の余地はあり。上ある。さあたまった。気まずい。ああなんと投げる。さあ読んでるよと言ったがニカさん、これはまずいのでは。さあやはり伸びる手足が厄介だが、さあここは確定か。おおマジか。パンパンチを投げられたらバイソン側もたまったもんじゃないですね。さあヘッドマジか。さあ出段。さあこれかくった。やばい。どうする。食らって。なんと暴れ、お互い暴れた同士で勝ったのは川島さん。さあそして2キャラ目ですね。さあしかしホンダでもワンチャンありえるのがこの組み合わせ。川島さんもホンダには結構苦い思いがあります。さあ開幕はドスコイドスコイドスコイ、画面端に一気に追いやってしっかりとチョップ。さあスラ対空が決まって寄りたいが寄るまでが大変。おっと相打ち、しかしまあダメージは取れたのでまだいい方。ゆるどりで受けて、これ相打ち。さあお尻の攻撃も光って、どうなる。手前落ち。いやこれは5ドット削って0ドット。あー冷静な空対空。さあ 2P 側がこれでリーチをかけましたね。さあジャックが決まってオカマドスコイヘル。さあここからどういう攻めていく。ここは冷静チョップ。ドスコイドスコイ。さあ相打ちはよくない。ドスコイ張り手で削ってゼロドットはちょっと気まずいが、どうするんだ。さあためた。まだワンチャンまで持っていく。ワンチャンまで、さすがにドリルの着地のところにあれですね、どっかをかけ出した感じでしたかね。でもちょっと危ない感じもしたが、さあこれはまずいのでは。おかまがかくんなかったが、さあ冷静に前を離すがダメージはそこまで取れてないので、さあゆるどり抜けがいいですね。さあメテオヒップはかわされる。どうするこれは。さあまたダメ。ゼロドット。あるぞ。これはワンチャンに持っていく。どうなる。投げ返される。2回転撃沈。しかしまあニカさんは1人チームなので強制的に引き抜き確定ですね。まあそうですね。そうボクサーホンダがいいって言ってますけど、どうします。ボクサーを選択。さあじゃあ次行きましょう。ムーペコ対アゼチャラオで行きましょう。1P 側ムーペコ、 2P 側は、アゼチャラオで行きましょう。そうですね、最後のはちょっと冷や汗が出るような局面でしたけれども。さあじゃあ先方進行がここまでお願いします。はい、どっち。はい、じゃあ 1P がペコさん、 2P がチャラ男さんでいきましょう。エースケン対ブランカですね。さあちょっときつい組み合わせになったが、さあ開幕はうわー、開幕から TBS。 さあ TBS から一気に画面端近い、マジか。さあ好きなことをやってくるペコさん、モテッティアが強くて、うわ投げるマジか。あれいいのかな、あれオッケーなのか。まあ、投げた後も F 剣有利なら間違いないと思うんです。さあショールが刺さって中盤ハード、おお大ショールやりたい放題。これはひどいと周りからクレーム殺到。さあ小足、小足が強いんです。さあどうする、活路を見出せるのか。うわー小足勝利、あれやられたらきついが、さあどうする、さあガール、さあまずは冷たいが、チャラ男さんどうする、冷静にガードしたが、もう大足一発でも死にかねない。うわ上が、うわーあとどうした死んだか、ああお電話券ですね。あ今の勝利どうやって仕込んだんですか。普通に、なるほど。あへえ、中身振り向いてなければ通常入力で大処理が出る。脱足ですねあれ。さあここでアゼガエルが登場。さあ TBS が今日も見れるのか。さあ投げて打ち身はバッチリ。さあ勝利、めくりはガード、そして打ち身取ってなでる、ずうぶうしい。しかしこれが FK の持ち味でもある。なでる、何度なでるんだ。しかしまあガエル側はまあ打てみで OK でしょうね、あの局面。さあ画面端近くてアゼ中をとがめられるときついが、これはさすがに。さあこのなでがどういう布石になるのか、ラウンド2見ものですね。さあ小足大足いい連携ですね、よくペコさんが使う連携。さあ中足隠らせて、おっ阿部中に大足を隠らせる TBS 昇竜拳。さあ阿部中が触れなくなっている、厳しい。いやーこれは確定ですね、しょうがない。さあ阿部中に大足を隠らせたので阿部さんが若干ひよってるまであるが、サマーはおおなんだこれは、やばい、投げて、さあ投げに行く、どうせ中足触れないんだろうと。しかしここは投げに行くロコップ。さあどうするんだ阿部中。さあこれまだわからん。うわーいやー大足が速いというわけで、じゃあ阿部さんとチャラ男さんどっちを取るか。ムーさんペコさん、どっち。チャラ男さん、チャラ男さんがムーさんペコさんのチームに入ります。はい、では準決勝やっていきましょう。 3on3 になりましたね、準決勝なので。焼き鳥グッチヒデ対青葉なおカニバルですかね。はい、グッチヒデ焼き鳥 1P ですかね。はい、じゃあやっていきましょう。グッチさん試合リューバルブランカですね。さあ先方決定いたしました。 1P 側焼き鳥、 2P 側なおいきましょう。こういう当たり方になるとちょっと思わなかったですね。さあ 1P 側のチームが取ったのは焼き鳥。1回戦負けたんだからお前が先方で行けとヒデが冷たい視線で入ってない、ああそう行ってないらしい。さあ直龍は1回戦きついとこで負けてしまったが、さあ飛びが取ってナイス処理できる波動、さあしかしここは読み合い瞬間出ない。おおいい昇龍上が出ますね、素晴らしい。ちゃんと勝利が出るだけで強いですからねこれから。さあ焼き鳥がおっとでかいめくり、しゃがみをちゃんと見てコンボの選択を変える、ループしている、黙るところです。何か出し続ける方がいいとは言ってもですよね。さあコンドル、おっと足に行ったところで、さあ焼き鳥ちょっといろんな精度がやはりサボっていた分下がっているか。さあ第一差いく焼き鳥はおお魔王が生き残っている。どうなる、ああちょっと近かった、あそこは昇龍でしたね。今日はさあ青葉はこれを考えてのおそらくブランカ取りでしょう。焼き鳥だけはきついと、しかしなんとか逃げ出した。相模湖パンはバリアです。 X とわけが違う。相模湖パンの判定がだいぶ下に強いです。おお余計な技を出した。さあ街に入った一人、これはやめておけ。あれね確か A4 がカラジャンプで透かしてましたね。うおぶんねノーリング。さあリードはカニバル、あとは処理、あーっとというところで対空ミスからの噛みつき、よく噛みついた。さあどうする、対空早出し、あーチカルが負けてしまう。まあ1でしたからね。さあ大将はオーバー、あとはバルドグ一体。さあもちろん立ち回りはバルドグが有利なんですけども、捕まった時の絶望感は他のキャラとあんまり変わりません。うまいうまいうまい、おおしゃがみ強パンでかい、うおバルドグ版コンドルダイブ、ハイクローも実は相当やべえ技ですよね。読んでないと返すどころか、おっととさあテラ、ここは必死のテラ、スパコンで吸われる。さあ青葉はあとはのらりくらりと上を見るだけ、うわテラーガードされて体力がまだ追いつかない。さすがにバルドグの起き上がりが早い。おおマジかマジかすごいね。おお怒りの神髄投げ。こんだけ歩き入るとそれは通りますわ。おおうわー、地上から行く。さあテラはどこで出す。ボタン連打はダメでした。焼き鳥なんと3打で。さあ誰をもらう。露骨に青葉、露骨に青葉そうです。はいはい、それではグリグラカワシム2回転が 1P 側です。ムーペコチャラが 2P 側。はい、行きましょう。はい、じゃあ次やっていきましょう。にグリグラカワシム2回転は過去バソムーペコチャラオ。じゃあまあ決まったらね、僕に先方申告をお願いします。これね、どっち勝つかがわからない感じですかね。さあ 1P 側はグリグラカーシム2回転、 2P 側はムーペコチャラオダルシムフェーロンバイソン対エスケンダルシムブランカさあお互い誰が先方で出るのか結構読み合いが激しい感じダルシムお互い持ってますね。でバイソンを誰が 2P 止めるか。でもグリグラさんの爆発力もあるから 1P が結構怖いじゃあ決まったら僕に言ってくださいね1P、2P が OK、1P 側はい 1P 側カーシムさん、 2P 側はペコさんですね。さあ読み勝ちと 1P がいてるがこれフラグですね完全に。またもやそうですね。さあこれ結構頂上決戦でもありますね先方が。さあお互いにしかしペコさんはカワシムさんを結構倒している。さあお互いガムジャパだったはず、わかんない。さあ波動を食らってうわスラがしまって、これは冷静にガード。F 剣はまだ、うわースラがいいところで刺さる。あれをやられると F 剣側は結構厳しい。さあ脱出系、いや厳しい。おおどうする。まあさすがにスラ対空ですね。さあ踏み込み出足が刺さんないがいい選択。さあお互い様子を見ている。これは投げて、さあ勝利使って、さあこれは投げてピオラない運がいい。さあねぎてまだわからない。ああ大足にインフェルノー、これはどうする。ムーさんがいて止めに行くか、チャラオさんでブランカで野獣の力を。さあ出てくるのは2番手チャラオさんですね。さあここで噛んで噛みつきが得意なフレンズなんだねと思わず周りも思ったでしょう。さあここはしかし冷静に対空、うわー伸びる手足が厳しいが、さあチャラ男さんも多分あそこにスペースあたりにいるときには教授さんとよくやってたでしょう。しかしうわーこれはおおなんとちょっと危なかったか。さあ後半中盤がつらい。さあしかし投げて膝まで安定ですね。さあ寄れない寄れない、どうする、これはガード、うわー伸びる手足あるのか、うわーおっとボイが離された、厳しい、いやー冷静地上対空ですね。さあ大将ブーさん、ブラジル地方はダメでした。さあここで派手同士の戦い、さあ色も似てる同士、さあ大大が旗ってピオリーチ、これはさあこれはどうなる、おマジか燃やされて、さあ壊しインフェルノー川渋さんのお得意芸、さあワンピーガーがリーチをかける、さあロコスにドリルドリル投げて、これは高かったですね。おっと足し上げ、さあこっからどうする、お互いドリル相打ち、うわうまい、いやー厳しい、どうするどうする、投げて打てみがない、さあこれはガードして、ブーさんちょっと厳しいか、いやーこれは3立てですね。川島さんが強い。さあ誰を引き抜く、チャラさんチャラ男さんを引き抜く。さあじゃあ決勝へ行ってきましょう。マイク誰かお願いします。ニカさんも僕も試合なので。どうも笑点です。あ結局これインドが強いんで、本当のこと言ってるだけなんで、あ、小高君優勝おめでとう。あ、俺です。ビッキーズ常連？ゲームニュートン？ニュートンアカウントだけど、誰だろう？ニュートンアカウントってことは？若松さんじゃないの？元ビッキーズ常連さん。はい、決勝4人ですね。4オン。先方申告で、あとはかぶせ。あー、カーシムに3立てされちゃったね。強かった。ブランカー・ダルシム戦のテレポで終わったな。テレポがなきゃまだあったね。はい、今先方を決めてます。少々お待ちください。はい、 1P は先方決まりました。 2P は2P はまだですね。GSV ってなんだろう。ゲームスポット VS か。じゃんけんって決めてるけど、誰？はい、決まりました。じゃあ始めます。はい、1P が青葉さん、 2P が、遠征勢のチャラ男さんですね、チャラさんですね。はい、じゃあ始めてください、どうぞ。バルログ対ブランカですね。あ、でもね、ブランカはバルログに結構いきますからね。いや、まあいける方だと思うんだよね。だけど表が通じにくいっていうねまあ地上でやったら結局バルログなんだけども、痛い。あのゴロゴロはあっときて、ゴロゴロのね最後の一発が超減るんですよね。さあ、この逃げモードに入られると厳しい。ブランカは噛みつくしかないので、一回噛みつかないとあ、もう時間があー、スパコン決まって1本目はバルログですね。まあ他よりかはマシそうですね。結局バルログに有利つくキャラがまあほとんどいないので、電撃はお、あー惜しい。あ、はい、すいません今噛めたね。あ、この体力リートはあーっとハイクローでゼロドット、はい、来たですよね。そう、チャラ男さんです。チャラ男さんのブランカですね。2P 側、2番手がニカバイソン。バイソンもまあいける。お、うまい。逃げた、一回逃げたが、お、うまい。振り向きクレイジー。お、コンボしっかり。ニートだったけど、あなかった。しっかり溜めてましたね、テラー。あ、おば2回転、ありがとう。ヘッド、おっと安かった。減る、おお超減った。あ、うまい、うまいね。振り向きクレイジーがうまいですね。なんだよそれ、フレンズ。あっ、これは始まるか、始まらないが、バイソンペース、うまい。これはバイソン完全に隠居状態。上りちょっと爪拾って、あーっとあるのか、あーヘッド反対側に出た。ヒデチュンリーですね。ヒデあるよ。ヒデチュンリー対ニカバイソン。ヒデのバイソン戦はどうなのか。あ、やばいよこれ。相打ちピオリッシュ、ああせめてガードせめてガードしよう。ここが当たってお前おすげえな今の中足に中足が勝った高めから掴んであ危ねえ今の結構怖え危ねえ危ねえこれまだ全然わかんないよヒデは2回目の戦列をためたあ消えるかと思った相打ちだけどダメージは同じおあめくった素晴らしいめくりからしっかりコンボさあグッチ龍か焼き鳥 S フォークか龍来てほしいんじゃないの美香さんは龍に来てほしいみたいですねおグッチさん龍が龍違うよグッチさん龍ね龍んあそうなんですでもなんかグッチさん最近色変えたみたいだね黒じゃなくなってるねあいいよ足払い波動おっと勝利に化けだが大丈夫うまいうまいあっとあぶちょっと危ねえよちょっと今死が見えたけどもおおグッチさんいいですねグッチさんが冷静あっと痛いよ火を若い火あ痛いああもうバイソンクレイジーが溜まってるあー、まあこれはしょうがないおいいよいい2ヒットで竜巻はガードああ危ねいい波動ああいたーいや死んだかミカさんが3タで残るは焼き鳥 S ホークあ、これは焼き鳥エースフォークは全然あるねこっから全体であるよ一回こけたら終わりですわーっと弾いてあ珍しい今日は焼き鳥さんがおっと掴まれてあおっミカさん 2P 側リーチおっとちょっと今日脱法精度がアントビバッチリおーコンボヒット確認しかあーっと残ってる今完全に終わったと思いましたがまさかの逆転これ死んだか来い強いコパンが強いおおマジでこれはどうだミカさん冷静式ヤッパーで対空で 2P が優勝ですね。おめでとうございます。で出番がなかったニガさん強かったですね。じゃあ今日のイベントはこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。イベントは、これで終わりで、この後5先を3つぐらいやろうかなと。なんか見たい組み合わせとかあったらコメントでもらえれば、今日いるメンバーで見たい組み合わせあればコメントください。フェイロンステージ、いや違うね。ご視聴ありがとうございます。でもこの後5を配信台で5先をやります。で今どの組み合わせでやろうかと。そうだね。じゃあチャラ男さんが来てくれてるので。キャラでなんかあれば。ひでむわざわざチャラさんが残儀で竜とやりたい。グッチさんかナオさん。じゃあ5先で残儀対竜ですね。チャラさんの残儀とナオさんの竜。鈴木からも残儀ですね。ザンギルまあそれは確かに。ダブルに当たってアントビからガードじゃあ昇竜。この組み合わせって竜眼はクソむずいと思うんですよね。当たったスクリュー一発圏内。惜しい。弾きがナオさんうまいですね。中足多めの残機戦知ってる感じですね。5先ね。まずナオさんが1本リュウが1本さあ2本目買います波動拳。いいですねこの中足。踏み込み台足はドンピシャで飛ばれてると2段のピオリーチというね。うまい。うまい。バニシングで勝利を返した。ミスコンボミスったけど中足波動が入ってあー回ってるとこに打っちゃいましたね。カラさんダブラリ精度高いですね。お、飛んだ。一わしお前これ上は出なかったか。波動あーラリアット出なかったか。ファイヤーもらっておうまい80キックガードさせてすった。おおおっとミスった。あ届かない。おおうまいこれ弾いてますね。クリューが冴えてこれ11これって梅原さん。ああなんかそのアイコンそうですね梅原ですねこれ。なんだうまい竜巻をタッチキックで試合見てなかった。パッシュキックいやーうまいなー。ラリアットは出ずおーいった死んだしっかり大スクリューお前飛んでいく。チャラさんは 1P、2P どっちも弾きを装備してる感じかな。ああ、届かない。あれよラリアット真空読みのラリアットでしたがああこれ、なおさんが2本ですね。2-1 ですね。お、リバーサルラリアットあ、今、あれだね、なんだっけレンキャンコンボを狙ったけど、入らずレンキャンジャンプの方がピオリーチがちょっと高いらしいですね。お、ラリアットに突っ込んでしまった。クリーニークがラリアットで返されて、真空は削り、お互いもう一発、あー、中足。どっちもうまいですね。面白いですね。やっぱ龍は中足をうまく使わないと危ない。おお、すった。これで奈緒さんが3本選手で 3-1 ですね。やったー。お、いった。あー、出なかった。龍、この端が近い状況はね、かなり龍はプレッシャーをうまい奈緒さん、弾きが冴える。奈緒さんね、チャラさんです。間違えた。うまい。真空削りで終わってしまう。お、中足でパーフェクト。これ 4-1 ですね。お、方向制御をしっかり。うまい。最終落として。おー、波動の出際に小高が喜びそうですね。とラリアットをミスった。あれね、やっちゃうよね、あれよ。いいラリアシーよ。おーっと、あるのか。あ、吸った。これで奈緒さんがリーチ。あ、これまずいよ。ガード一発はもらっても OK。 おっチャラさんがパーフェクトで2本目ですね。これで4に龍が4の残金が2ですね。よっ、方向制御うまいな。うまい、いかない。おー、あれは返しにくいね。バリアットが当たってうまい。おお、チャラさんが連勝で4-3ですね。個人的にこの組み合わせはかなりジャングが有利だと思います。当たった、次はガードうまい。一発圏内だぞ。あー、取ってなかった。おっ、すごいな、吸うね、吸いまくりだな。お、しっかり待ってる。おお、今のは弾き読みの昇龍か。ああ、当たる。これはカードうまい。小笠放流で返す。お、あ、2ヒットしてる。つながってた。なおさん5勝でなおさんの勝ちですね。じゃあ次はムナーリさんがやるということで、ムナーリさん誰とやりたい？ああ、そっか、今龍のなおさんが勝ったけど、じゃあ勝ったことどっちでもいいの？じゃあ俺が決めていいの？じゃあ無駄ありサガットと、じゃあナオさんの竜で5先を1P2P はじゃんけんかな。ムナリさんが 2P で、ナオさんが 1P で、竜 VS サガットですね。あ、ボタンあるんじゃん。じゃあ5先やっていきましょう。これはねちょっと個人的に俺が見たい組み合わせなんですよね。しっかりすげえるまあこの竜有利と言われかなり有利らしいんですが、やっぱうまいさがあった相手に、まあ、なかなかやっぱ難しいことね。おしゃがみ台バンク対決、これは食らっても OK。 サガットはね上下タイガーには真空がどんどんヒットしないので、あーっとちょっと技が出なかった。ムラーリさん1本、あのジャンプ大キックがねサガットは波動を見てから飛べる前があるので、おっと当たんなかった。8対9で落とした。やるあーついた。ムナーリさん強えな、さすがムナーリ。おっとアパカミスなのか、それともシャガ大耐久で OK なのか。遠距離で無駄なダメージをもらわず、真空は削りで OK。 あっビヨッター、時間がお前いいで出るねー。あっとまだもや、これは罪ではですね。うまいね。うまいね。これあれだね。なんか5先の実況とか難しいね。踏んだ、あーっと上だった。上だとね真空がフルヒットしちゃうんで、もう全然これは諦めてない。あと時間さえあればこれはあでもどうなの、あーガードてからドン。お、投げた。ピヨってしまった。えっ、コスパコン狙ってるよ。ゼロドットか。あ、なぜかあ、おー、すげえ当たり方した。なにさん強いんだけど。4本目、ムナリさんが3本、3-0ですね。お、なんだっけ、パンいや、あの距離でもガードになっちゃうんだね。ちょっとムナリさんが技の出がお、中国あ、これは下がって逃げ切れた。あーマジか、逃げ切れたと思ったら飛び蹴りが当たってた。玉井君うまいですね。ちゃんと引きつけて避けてるのでなかなか踏まないですね。2回目の真空で削ってくる。おお、竜巻に逃げれなかった。やる。おー、見てる。うまい。おっと、うまい。下がって台足。タイガーが当たっちゃいましたね。ムナーリさん、サガット、今4連勝。あ、このまま5連勝でムナーリが締めるのか。やっぱこの組み合わせはリュウとしては遠距離で戦う方がいいのかな。こういう状況になるとサガットも取り戻すのが難しい。真空は削りで OK って感じなのかね。あぶね。うまい。強いね、ムナールさん。これは間に合わなかった。あ、コンボをミスった。出るよ。ムナーリさんがストレートで5本で勝ちましたね。ちょっと少々お待ちください。あ、待ったじゃあムナーリさんは勝ったのか。じゃあ今余ってる人でやりましょうよ。お先、あ、僕やる。じゃあ2回転ムーになりました。今から2回転ムーで5先やって、これで最後にします。どうも、ショーテンです。これね、結構だからね、丸込め皆さん800点しか取ってないですよ。お、100点足した。あー、ブーさん危ない危ない、これブーさん危ないよ。あああとびかり突っ込んで死ぬ。寄らない。捕まれる。ブーさん死んだか？あ、ある、まだある、まだある。ブーさんこれはまだあるよ。あるよ。でもブーさん。でもやっぱそこはブーさん。さあ、2本取られて。さあ3本目、おわわわさあ、ムーさんいいところなく1本取られて、さあ2本目、あームーさん危ない、早いこれ。ムーさんこれ立川さんが怒ってるよ、これ配信見て。終わっちゃうな、5回で終わっちゃうのとニカさんがさあ煽ってくる。怖いなこの状態。あー、さあ宣言通りボタテで終わってしまうのか。さあ火吹いて火吹いて火吹いて、火を吐け、火を吐くんだ。さあでかい短波でクレイジーをゲージを貯めて、さあここはもう苦しい苦しいよ。ああ皆さん宣言通りごたてで負けてしまうのか、取り返したい。お互いっぱなして、体力はムーさんが大幅リード。でかい短波を貯めるのか、でかい短波貯めてるのか。あースラストで割り込む。おタツトさんがいる。じゃあタツトさん実況やってたとさん。さあニカさんリーチ、達夫さんがムーちゃん頑張れとコメントくれてますよ。秩序を打って画面端に押し込んで、さあ矢口マリモード、さあもう余生だ、一本取り返すか、あーでかい短波、さあ一本取り返す、これで皆さん 1-4、 さあここからまくり返せるのか。よく見てるな。怖い、クレイジーが怖い。さあ吐かせて、さあこの辺の前怖い、短波も短波を持ってる可能性がある。おーナイスファイヤー、あフレイムか、勇気のフレイム。ああ一気に持ってくバイソン。さあまた皆さんリーチ、リーチの場面がずっと続く。対応お互いゲージを持った。怖い、おっアントビしくって何を入れる、投げて2本目取り返すムーさん。さああるよムーさん。さあ7本目、2-4 で迎えた7本目。さあおわおわ押して、さあ短波が怖い。あヘルー、さあスパコンできっちりカメラアピール余裕のニカさん。さあこのまたリーチの場面をムーさんどのように抜けるのか。さあ離して、あー2段入る、あーやっちゃったー。2-5でニカさんの勝ち。かっこいいマイ、あーそのガッツポーズがカメラに映ってない楽勝でしたというわけで今日のイベントはとりあえずここまでとさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました、配信も今日はここでストップいたします。また来週ですね、よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。